イラン建国2500年祭典に登場したペルシア帝国の不死隊。1971年撮影。アタナトイの新兵隊不死隊はアケメネス朝ペルシアの定員1万人の精鋭部隊である。ペルシア戦争期にはヒュダルネスが率いた。一人の兵士が倒されてもまた別の新しい兵士がすぐに補充され戦闘に加わり戦ったことから、 ヘロドトスがこれを指してアタナトイ、もしくは一万騎兵と呼んだものが起源で、英語でイモータルズ、不滅隊などとも呼称される。ただしアタナトイの語についてはペルシア語で随伴者を意味するアヌーシャが転化した可能性も指摘される。多民族からなっていたため、アタナトイの装備は様々だった。ペルシア軍の中では精鋭の重装部隊として、 分類されるが、例えばギリシアのホップリ隊などの装備と比べると、防御面で劣っており、装備重視というよりはどちらかというとその数による迫力と人海戦で他を圧倒したようである。また、一万騎兵とも言うが常に騎兵として戦ったわけでも、逆に不評のみの役割で戦争に赴いたわけでもなく、状況に応じて、それらの軍編成が変わったようである。また彼らは、 その行軍に家族や従者を車に乗せ、引き連れていた。戦術は主に突撃する前列を後列が援護するというものだったが、顔もまともに見えない膨大な数のアタナトイが無言で近づいてくる様は大変不気味であったために、彼らと戦った多くの軍隊は、その行進だけで士気をくじかれたという。こうしたアタナトイの中でもさらにエリスグリの兵士は多い、メロポロイと呼ばれた。 新英隊に編成され、リンゴをかたどった金の石突きがついた槍を持ちヒーローや、カリン色の揃いの衣服を着て、王の周囲にいて、警備を行った。アタナトイカ活躍した戦争としてキュロス2世による、バビロン征服、カンビュセス2世のエジプト遠征、ダレオス1世による、インド遠征やスキタイ遠征が挙げられるほか、ペルシア戦争でも用いられた。 マラトンの戦いやテルモピライの戦いに加わったほか、マルドニオス指揮下で占領軍としても働きを見せた。しかしながら、アレクサンドロス3世にはイッソスの戦いで敗れている。ありがとうございます。